はようございます。飲んだね。どこにいると思う？そう、見て、バーン、バーン、バーン、ハカパの城。残念ながらね、博多の塩の博多は違う。なんで俺に CM をくれなかったのか残念。これから来るかもしれないでしょ。そうなの。いや、でもなんかさ、博多の塩のチャレンジって、いや、なんかさ、いや、本当に出したかった、正直。けど、だって俺の声でさ、博多の塩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 、ケンケンケンユーシーを言わないじゃん。ブルル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 ルあ、俺の酒。博多の塩の人？違う。博多の人、ただの。博多の塩ではなく、博多の人です。じゃ、丸尾と申します。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。で、いろいろ、博多の美味しいもん、食べていただいて。でもなんかちょっとだけ、ちょっとだけマジで文句言っていい？うん。回す前に一本吸ってきていいわ、おかしいよ。それは違うよ。でも、でも、でも、でも嬉しいね。嬉しいですよ。なんかやっぱり俺は博多に来る時に一番最初に声かけるのはお前だし。ありがとうございます。ありがとう、まるちゃん。ありがとう、まるちゃん。丸尾です。丸ちゃんです。何回かね、竹原さんとお仕事させていただいて、はい、はい、あ、同級生。そうだよね。なんだよね。同級生。何月生まれ？82年。83年。違う。あ、怖いじゃねえ。あ、まだこういうこと言う人おるんや。しょうぶな。年下だ。まず、そもそも83年。年で言うと、だから、あれよね、もう今後役よね。いや、だからもう終わる、今年で終わるよね。だから僕今婚約やからね。そう、まあ、上下にはなるけど、まあでも同級生、学年は同級生でも死ぬんでしょ。ん？死ぬんでしょ。何かが多分何かやばいことが起きるんでしょ。婚約でしょ。で、起きた婚約。何？婚約起きたの。え、嘘。俺、うん、俺はね、マジでね、言えない。そうやね、飲もうか。じゃあ飲もう。いや、ガイアもいいよ。ガイアの夜明けっていうね、番組ある。俺大好きだから、もう毎週全部撮ってる。で、全部見てる。あ、そうなんや。はい、キャラーってやつね。え、何見てんのテレビ。ちょ、気になる。ガイアの夜明けは全部見るし、まあ、基本的に NHK の番組は。そうなんや。基本的には全部見てる。へー、当たりましょう。 YouTube とかも見てる。まあ見ないか。その好きな YouTuber のとこライブ丸尾、はい、福岡よかとこチャンネル見てないやん。面白くない。いや、面白くはない。確かに面白くはないけど、あれはもう、ラーメンを紹介するチャンネルをね、博多でやってる。まるちゃんと一緒にいる感覚があるから見てる。ああ、なるほどね。そうかそうか。いやいや、だけど本当ラーメン好き、観光客の方とかがラーメン、あ、ここ食べたら美味しいんだとかを参考してもらいたいっていう、そういうチャンネルやな。面白くないは言い過ぎよ。いや、だとしても。いや、でも面白くない。いやいや、まあまあ、いや、
いや、面白いよとは言わんけど、面白くないは言い過ぎ。お前に会いたいから見るだけであって、もう連絡せよ。そんな時はしょうがない。あれや、なんていうっけ、ほらオンライン飲み会や、うん、それしようじゃん。気持ち悪い。何それ、オンライン飲み会。いや、やったことないけど、やったことないよ。全部行く。これめっちゃ美味しいよ。まあ長きでいいじゃん。これはやっぱおかわりしろ。食ってねえよ。今食ってなかったよ。見て。ちゃんと見とうよ、ね。ちゃんと見て。ちゃんと見る。うん、ちゃんとバリ。ちゃんと食ってなかった。ちゃんと見て、ちゃんと食ってなかった。本当に美味しい。できよ。うん。頼めよ。だから頼めばいいじゃん。もう一個行こう、これ。うまい。頼んじゃうか。あ、うまいわ。結構ここまでやっていいんだよね。うん。やってるわ、終わった。まあ、はい、はい、終わった。はい、終わった。明日。めちゃくちゃお客さんの前でちゃんとかっこいいところ見せなきゃいけないのに、うん、はい、終わった。はい、これで出ないの。例えばこれで出ないの。いや俺これで出るよ。やめとけよ。いろんな匂いついとるけど、明日俺これで出る。ハイボールを2つ。お料理早いな、飲むの。いやいや、俺飲んでないし、早いですよ。勘弁してくれ、勘弁してくれよ。これもういらんやろ。うん、いらん。俺食べたやつ。うん。シーナブル。うん、無理。うまい、これだよ。いい。本当に食いたいんだ。すごいね。めっちゃ食いた。本当にいい。すごい。やっぱデブだよ。言ってやらないといけないから、お前デブだよ。チートデイ。チートデイの使い方が違う。ただの。そんな声してる。そんなちゃんとデブな声してるよ。お前はマジでデブだよ。そう言ってるやつの方が声がデブだよ。あんま撮影にさ、あれがないの、本当に。あんま良くないの。特によくあんまないよ。ないね、そうですね。なんかタッキーがこれ食べたいとかあれ食べたいって言ってのあんま機能ないで、もちろん出されたらちゃんと食べる。そうです。で、その例えば店に行きました。その店の中で、あ、こんなこういうメニューがあるんだったらこれが食べたいですあるけど、そもそもこれが食べたくてここ行こうみたいなのあんま聞いたことない。ない。なんか結局さ、うん、すいません、バリアでやってました。ステージとかで立つことが多いから、そうですよね。やっぱり節制はしてる。そうですね。なんかどうしても、そうだね。でもそれがでこそのそれがプロではあるよね。それがプロではあった。それしないとさ、マグちゃんとさ会えないよ。ごめんね、なんか俺はこんな食っても会えない。いやだからこんな美味しいお店に連れてきてくれるからまだいいけどさ、あそこはありがたいよ。いいけどちょっと気をつけろよと。まあお前の
多分死ぬぞ。そうやな。うまいねこれ。マジでうまいの分かるよ。お前死ぬぞ。終わった。終わった。マジで失礼。これくらいはもう1キロ歩いた。ねえ、お前が嘘ついた。ねえ。うるさいな。結局この歩くことになって。どう。どこまで行くの。そして彼のことを見たのがこれが最後でした。